まだなさかれもんです。本日はですね、先日行われました9月26日ですね、のレッドブルアンタップの予選に使用したデッキの方を紹介したいと思います。はい。そして本日紹介するデッキはこちら。ババーン。ティミア LO になります。はい。で、まあ、戦績としては、日本2-3かな ?5 本やって2-3だったんで、まあ、負けてはいるんですが、まあ、それでもね、結構強かったぞということで、ランクマッチだと結構勝ったんですけどね。そう、一時候補試合とか、いろいろとね、悲しい思いをしましたと。いうことで。はい。まあ、戦った対戦相手、ディミアコンが1回、4試合を出すか、4回ですね。ふざけやがってなぁ、思いますなぁ。まあ、それはそれとしてね。一応、オマセに強いようには組んであったんですが、まあ、こっちの、平均的なアクションより向こうの平均的なアクションの方が強かったというね。どうしようもないね。しっかりと回った時のね、アクションとしてはこっちの方が強いんですが、分した時のアクションよりも、まあ、普通に平均値見ると多分向こうの方が強かったのかなと思います。はい。まあ、このデッキは簡単。カニ置いて、貢献置いて、勝ちですわ。はい。というわけで。まあ、今までね、青タンの方だったりとかの格安デッキとかでも紹介しました。カニ置いて、貢献置いて、ドローして終わりみたいなデッキですね。はい。悪くはなかったですね。はい。オムナスの方の、なんか、力を過小評価しすぎてましたね。ということで。本日はですね、レッドブルアンタップドの方、私は配信はしなかったんですが、動画の方を撮ってました。はい。解説しながらになるんですが、理由なんですが、最近ね、こうやって動画投稿してるとですね、解説しながらやる方が頭もあるんですよ。はい。なんか、そういう癖がついてしまったっぽい気がしますね。はい。というわけで、レッドブルアンタップドの予選の方、まあ、BO3 なんですけどね、今回は。見ていただきたいかなと思います。対戦の方へ、どうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。お相手はまたオムナスですね。そう、今回のオムナスはですね、いらんかな。でも、土地は綺麗に繋がってんだな。今回のオムナスは、デッキの中にカブトムシが入ってたりとかして、なんかね、やばいことを起こそうとしてるオマさんで、ちょっとやばいかなと思いながら対戦していきましょう。これカウンターだけキープ良かったのかな。あんま良くないキープなんですよね。これ1ターン目カニとかだと相当強かったんで。まあ多分ジュワートの桜認識否定とかで持ち壊していくことになるのかなと思います。相手はあんまりスタートメインにカウンターは入ってないので、いやーダメだこれは。 LO のカード引かない。これジュワートはゴミになるかな、こんな気がする。今日この頃相手のデッキには骸骨は一応2枚、ああこれジュワートで、おっとカニ、このカニは偉い、非常に偉い。黒木かなこれ。そうですね。多分黒木です。このターンウーロも出ないので。ジュワーと土地置きかな次もしかしたら。認識否定でスクライしたいこと考えると、多分ジュワーと土地置きしたか、したいな。そうですね。ウーロ飛べます。まあ、これ緑土地とかだと。あー、これは強い。ただ、ジュワートは多分土地置きかな。
インド。はい。オブナスは弾いて、ムールを破色いきます。この亜色だけで多分相当有利になってくれるので、はい、あとはドコズヤでドロソン引ければいいのかなと思います。カウンターはしっかり引いていく。で、気境はカウンターで、これで8枚になったので認識否定も使えますね。メインにフェリダの撤退は1枚だったので、これ以上フェリダの撤退を気にする必要はなくなりましたね。はい。変だ。クリーチャーを出すときは認識否定できます。カニ。変だかな。ドロソ引けないの相当きついですね。多分根本原理だと思うんで、これはこっちで弾きます。ただ、追加根本原理はさすがに厳しいですね。エンド。うん。どうすしかない。次根本原理を止めるためにも認識否定はがっつりと打っていきたいかなと思います。いいですね。ぐらい下下かな。いや、ちょっと待って。5枚めくり。相手のデッキには、今回、ケンリスは入っ、いや、まだ、止めなきゃいけないですね。よし、OK。これはエンドかな。いや、カニ置いとくか。発生の根本原理さえ止めればなんとかなる気がするので。打ち消し。ここタップインなんで、あのカードは出ない。いやー、ドロソ引けない。こっちでもいいんですけどね。発生は2枚。オムナスは通すしかない。これには知能差ですね。オムナス、これ3枚目かな。これマイナス3するんです、マイナス4かするんですかね。いや、マイナス1か、これ。そうですね、多分マイナス1ですね。いやー、すごい有利状況でドロソ引けずに負けるのは結構こたえるな、これは。置いて、とりあえずウギンは落とさなきゃいけないので、ケンリスは消えた。キッカーでとりあえずウギン落として、エンド。ケンリスも2枚消えたんで、速攻付与は多分ない。ですね。1、2、3、4。12点。
ップ小道期待もできそうにないな。次に2枚目飛んできた。いやいいとこまで行ったんですけどね、ドローソー一切効かないという悲しみを添いましたね。ドローソー相手ちょっとウギン、なんかアナウンスが来た。相手結構ウギンとかに寄せ、クリーチャーに寄せてるのかな。レッドキャップは入んないから、全体弱入れときますか。うん。で、次先手番なので、知能差も多分1枚抜いて、認識否定は強いな、このマッチだと。グレーの罰を出すのと、冒険も1枚切るか。逃げとは入れよう。うん、こんなもんなのかな。キープですね。こっちからかな。知能差ももう一枚切っちゃってよかったかなという思いはありますね。エンド。コブラ弾くよりも多分知能差の乾きを打ちたいので、いやーきつい。とカニ、カウンターないですけどチャーないですね。ペッチが落ちたのはでかい。赤い力除去されますよね、さすがに。いやー、土地引けてないのめちゃくちゃきついですね、これは。ゲッター、カニと一緒に出そうとかいう欲張っってる余裕はないかな。他に置きます。オムナスは一応出なくはないかな。フェッチランドがあればオムナス出ますね。いや普通に出るようになったわ。ただこれはでかいぞ。エンド。論争構えてるかな。構えてそうな気がしますよね、これ。むしろ何も出させずにウールを出してほしい。出てきそうだ。やったぜ。ここで止まるのは多分手札に土地はないですね。とりあえずトライアドブロック、どうしよっかな。引きますか。論争2枚落ち、とりあえずドラーナでコブラ落としておけば、ちょっとの間は安泰かなと思います。変だ。ただなー、この物語の墓地には弱かったんですよね、引きが。オムナス。ドロソが引けるかどうかゲーム。発生落ちる。カニ。
劉備が何枚だ ?2 枚。確か、消滅の劉備は、デッキのサイドで2枚だったはず。で、あと、カニ落とせるカードが、骸骨2枚使ってなので、多分、含有利になりましたね。ここから童話がいや無銀も出なくはないのか。これブロックしないです。どうせサイコス握ってるんで。これ片方のカニはブロックですね。あと、もうほぼ基本たちもないんじゃないかな。片方だけブロックで。で、置いて。エンド。うん。いいですね。あんまりこれの比率を変える必要はない気はするんだよな。無礼な罰をもうちょっと軽い確定除去に変えておきますか。そうですね。あとは除去これ以上積むかどうかですが。逃げると。力。これはちょっとキープ寄りですね。カニ落とさずに行きましょう。このコブラは取れないんですけど、リーダーの撤退が落ちるのは偉い。後々めんどくさいんでね。力。一発目は止めます。論争切ってくれるなら切ってくれるで、まあいいです。後々の論争に怯えなくて済みますからね。ただここで置かれる色によっては相当めんどくさいかなという感じですね。めんどくさいな。あんまり途中置かないっていう選択肢はないので、知能差が見えたならとりあえずコブラは落としておきますか。劉備が1枚落ちたから劉備はあと1枚かな。そうですね。はい。じゃあ棚卸しで。これ論争もう1枚握ってる感がすごいな。お、これで、消滅も劉備に怯える必要はなくなりましたね。ルーロ脱出には、どっちにしようかな。水難かな。ドロソがどこかしらで引けると、ちょっとでかいですね。はい。逃げとか論争か。いや、こっちも論争で。ここでウーロ出させたくないので、これはもう物語のボツに打ちます。このカニは偉い。
と一旦こうルールを通していいのでジュワート浮きます。嫌なのは発生の根本原理くらいかな。カブトムシがなんか増え出して終わる程度ですね。論争が今のところ見えてるのが2枚。うん、赤ガドリック偉いですね。相手の残りの手札を消してから使ってあげたいところですね。はい、ウギンが1枚、これはエンドかな。ルーロ殴りは一発は通していいのって。相手のライバルに残ってるもの。ウギンが1。フェリダの撤退はない。ケンリスは2枚ある可能性がある。多分サイコツは抜いてる気がする。はい。白ってことはケンリスか。打ち消して、ウーロワンパン殴られる分にはよし。追加コブラ、あーこれ没入でいいかな。そうですね、置いて24枚だから。おーっと、ここで貢献が引けるのは結構でかくないか。ブローキ、ウィンなくなりましたね。で、発生の根本原理が1枚ってことは、多分残り手札は発生の根本原理ですね。次のターン勝ちに行くならフォテフェリーの貢献ブッパーなんだよな。発生の根本原理止めれませんもんね、今の手札だと。そうですね、こっち全部寝かしでもこれでいいかなと思います。認識して、よし、権利そうでした。今回の相手のデッキには、峰の恐怖がないんで、発生の根本原理を使ってもウギンは出ないし、オムナスは出るか、オムナスは一応出ますね。ここだけブロックして、オムナス、神秘の論争何枚見えましたっけ。まだ2枚かな。借りて、はい、借りてらしい。ケーキぶっぱ偶数、ケーキぶっぱを偶数、土地置いて、
で、オムナス含めて土地は怖くないから、あと一発カウンターすれば OK。カニは一匹犠牲にしても問題ないですね。ただ、神秘の論争だけ見えてないので、そこが怖いとこかなと思いますが。オムナスが2、ここのオムナスカウンターかな、はい、さっき手札にカウンターがないことは分かってるので、これで4枚目ですね。で、カニブロック、盤で5点飛ばす手段が相手にはないので、貢献で勝ちですね。うん。情熱の指も2枚切ってますからね。テベリーの貢献。相手のデータにカウンターがないことも分かってるので、土地引いたなら土地でいくか。はい。じゃあ次、大さんありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回 BO3 1本だったんですが、後日、戦った BO3、5本分全部まとめて動画にあげようかなと思います。はい、まあ気になる方はぜひご覧ください。はい、まあ見ていただいたら分かる通りね、基本的にギリギリの戦いなんですよ。マリガンしてする方がきつかったな。そうですね、マリガンしなきゃいけない手札だったというのも結構きつかった感じです。はい、多分なんですが、がっつりとオムナス見るなら、こういう、ディミアじゃなくて、もう完全に青に寄せちゃった方がいいのかなという印象がありますね。はい。うん。まあ、明日、明後日の何かしらの改定で、まあ、オムナスというか、ウーロというか、何かしらのところに規制は入ると思うので、はい。そちらの方のね、お気持ち表明動画も作ろうと思っているので、はい。こちらの方、ぜひお楽しみにしてください。そして、まあ、このデッキ、ランクマの方では結構勝率が高かったです。まあ、私がミジック隊のランク落ちてる理由は、格安デッキ作ろうとしてね、調整中に落ちまくってるとかなんで。はい。なので、割とおすすめはできるのかなと思います。はい。で、またね、結構、こういう取りの時無常とかね、入れたいカードいっぱいある、いっぱいあるようなデッキではあるので、はい。皆さん、おのおので調整してみてください。はい、というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。